草薙沙羅。はい。もあの子が。あのお方が。え、何？沙羅が学校で人気者ってことは知ってたけど、なんで保護者まで騒いでるんだ？在校生掃除。6年生のお兄さん、お姉さん、沙羅様、ご卒業おめでとうございます。おめでとう。そうそう、こんな感じ。て、沙羅様。6年生の皆さんや沙羅様と過ごした毎日は僕たちにとってかけがえのない思い出です。たくさんの思い出をありがとうございました。ありがとうございました。誰も突っ込まねえのかよ。忘れもしない12月13日沙原小学校に草薙沙羅様が入学してこられました。は副班長としてわらわたちの安全を守ってくださいました。沙羅様のおかげでクラスのみんなが仲良くなりました。両親の離婚を防ぐことができました。俺は一体何を見せられてるんだ、宗教か。沙羅様、この学校に入学してきてくれて本当にありがとうございました。あいつマジでどんな小学校生活を送ってきたんだ。卒業生当時、例年は全員で呼びかけを行っていましたが、今年は草薙沙羅さんに代表して行ってもらいます。なんでだよ。そんなこと一言も聞いてねえぞ。在校生諸君、そなたらの真心が伝わってくる素晴らしい掃除であった。そなたらであれば安心してこの学校を任せられると確信したぞよ。なんで3ヶ月しか通ってない沙羅が代表なんだ。ああ、もう気になって話に集中できない。素晴らしき者たちに囲まれて過ごすことができたことは、まこと行幸の極みであった。最後に一曲歌って、同時の締めとさせていただこう。ミュージック、カモン！なんかふわっとした歌詞の前向きなポップソング！わらわたちの新しい旅立ちを祝してみんなぶち上がって行こうぞ。希望ほら胸に、笑顔がほらここに、今日は晴れ晴れしい大切な一日ね。ペンライトまで。あの、沙羅様のお父様ですよね。え、よかったらこれどうぞ。ああ、ありがとう。やっぱあいつ運動音痴だな。ったく、最後にとんでもない思い出を作ってくれやがって。好きなタイプってどんな人ですか？全員まとめてお友達からじゃ。やっぱり同い年とか年下には興味ないんですか？そうかもしれんの。じゃあ年上だったらどんな人がタイプですか？そうじゃな、見た目は地味でもわらわのボケに的確に突っ込んでくれる超がつくほどのお人よしかな。すごく具体的ですけれど本当にいる人ですか？さて、どうじゃろ。